こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は何人かの方に届いて質問があった。このメールですね。件名が Disclosure of the Rhode Island Department of Revenue ロードアイランド州再入省への開示というメールです。なんだかね、よくわかんないメールなんでね、質問あったんですけど、これロードアイランド州 の購入者に販売した場合、ロードアイランド州政府に売り手の情報、つまりね、私たちの情報を解除しますという通知です。まあ、特にね、えー、何かすごいことが起こるとか、何かやんなきゃいけないということもないんでね、あ、そうですかという感じでするして OK です。でねえー、すごい馴染みの薄い場所ですけど、えー、場所的にはね、ここニューヨークでここボストンで、その間にある州で、 えー、長いこの名前がついててね、えー、全米50州の中で一番ちっちゃい州だと、ね。面積は日本の滋賀県と同じぐらい。で、ロードアイランド州の産業は農業が盛ん。農業は牛乳の生産量が全米で第3位。あと、鶏とか卵、蜂蜜が収入源。テイラー・スイフトの別荘がロードアイランド州のウィスタリーにあると。 いうのが豆知識。まあどうでもいいことですけどね。あんま聞いたことない州なんでちょっと調べてみました。まあ、そんなわけでね、えー、購入者がたくさんいるとかね、この州ですごい儲かってるとかいう人はほぼいないと思いますんでね、えー、ロードアイ働ン談州に、えー、売り手の住所と名前を公開すると、ああ、そうですかというぐらいでね、えー、別に何もする必要もないし、えー、特に何かねまずいこととかいいことが起こるわけでもないというようなメールでした。 まあこのようにね、メール届いたら、えー、意味わかんなければね、お気軽に、えー、チャット枠の方に貼り付けてご質問ください。まあ、今回のメールはそんなわけで、えー、特段スルーして問題なしというメールでした。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。